はい、こんにちは。日本改革と靴沢です。近藤辰之様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮でございます。ありがたく頂戴して政治活動を資金させていただきたいと思います。10月1日外国人実習制度廃止デモをやります。来てねー。腰なんですけれども、昨日よりちょっと痛みが和らいでまいりました。日曜日やったと仮定すると今日で6日目かな。30代の頃は3、4日で治ったんですけれども、年取って治るのがまあ1週間から10日ぐらいに伸びちゃったのかなーって思ったりなんかして、10月1日のあと1週間ですもんね。それまで治んにがったらどうすっかなーって頭抱えておりますけれども、車椅子で参加っていうのも、なんだかなーという感じで、今はデモまでに治るのを必死で祈っております。日本郵便の転送届の実物なんですけれども、手に入れてまいりました。まあこういうやつですね。こういうやつで、ピラッとめくりますと、まあ今の住所と見えますでしょうか。あ、光映って見えますでしょうか。書いて、まあ転送してもらうという代物なんですけれども、郵便局に置いてあるやつね。でですね、裏がこうなってます見えますでしょうか。カーボンコピーになっておってですね、これそっくり NHK に送られちゃうんですね。郵便局で転送届をやると裏がこうNHK、さすがだなー。総務省仲間ですもんね、 NHK と郵便は。郵便労組と NHK 労組は立憲民主党支持を公言してる仲間でもあると、ですね。郵政は民営化になりましたけれども、 NHK も民営化できねえことないんだよな、全然。NHK のとある部署でバイトを募集したら70代しか応募してこなかった順調に嫌われてるようでほっこりしました。これネットで情報を得てる人は NHK 嫌いだっつって来ねえのかな。で、ネットに疎い70代がうっかり、応募したんでしょうか。何度もデモやった甲斐もあるというものであります。国鉄も郵便局もソ連もまさか倒れたし、案外倒れるときはあっけないもんなのかもしれないですね。 NHK もね、NHK はジャニーズジュニアに専用控え室を提供していた。ジャニー社長自らたびたびそこを訪れていた。専用控え室を提供してんの NHK だけかなーって。他の民放もやってんじゃないのーなんてちょっと推測しますけれども、社長自ら訪れんのは NHK だけかもしんないですね。さすがね、他の民放とは売り上げから何から、差をつける NHK だなーって思います。逮捕された迷惑黒人のソマリなんですけれども、やっぱりものすっごいバカだったようで、逮捕は差別とか言ってたって。いや、お前ね、不法侵入で捕まったんだから差別も何もねえだろって、こういうのを脊髄反射で口答えっつうんですかね。それともなんか不都合のことだったら差別って日頃から言うようにしてんでしょうか。はよね、強制送還して再入国禁止、もう一生日本に来れないようにしてほしいですね、これね。一般社団法人日本ビーガン協会、あったんだそんなとこ、ヒグマを守ろう、寄付金集め開始いたしました。牛66頭を襲った、OSO18 が射殺された時に伝突した連中ですかね、ヒグマを守ろう。過去にはですね、熊に食わせっぺっつって山にどんぐりを巻く活動もしておりました。自治体やめてくれとんでもないですやめてくれ、という言っております専門家は。世論です。どんぐり地域クマ地域猫って言いますね、地域で飼ってるやつ。青すぎてひっくり返る、発想がやべえ、餌付けするなら最後まで面倒見ろよ。
熊じゃなくてネズミが大発生しそう、これどんぐり巻きに行くのも危険じゃないの、ヒグマが出る地域にどんぐり巻きに行くの危険じゃないの、その時はあのハンター同伴していくの、見守るために。で、あのヒグマ出てきたら撃ち殺すの。そこら辺も謎ですね。ビーガンだからおかしいのか、おかしいからビーガンになったのか。ビーガン産地で買いなよ、責任持って。活動的なバカが一番迷惑お前んちで買え。全くその通り、ぜひそうしろ日本ビーガン協会ってそんなのあんの？なんかね、あの天下りとか抗菌中中狙いの匂いがプンプンするんですけどね。あとはあの寄付金狙いっていうかね、ヒグマ増やして牛や人がもっと襲われればいいって思ってる反射ですかね。あの社会の混乱を渇望してね、社会が混乱しないと俺ら出番ないっていう連中いるんですよ。射殺ハンターや役場にですね、せっせと伝達した連中は、目的がですね、あの自分らの暴力革命の時に邪魔になるから、なるべく一般人に銃を持たせたくない界隈って私はあの推測してるんですけども、一般人はあのビーガンに肉も食えって押し付けないですよね。逆はするんですよね。ビーガンは我々に肉なんか食うな、魚なんか食うなってうるせえですよね。逆はないのにね、ビーガンがおかしいのか、おかしいからビーガンになったのか、まあまさにこれだな。中国当局、日本の海産物輸入禁止、鰹節もそれの出汁入り味噌も海苔もダメ、海苔ふりかけお茶漬けの素、せんべい、これあの多分海苔入ってるです、オイスターソース、昆布だしも輸入禁止となり、輸出禁止となり、日本からすると、中国国内の和食店がピンチになってるそうであります。世論です、勝手にどうぞチャイナリスクは最初から分かってる話、目的は嫌がらせだから理屈はどうでもいい。中国人は中華料理食ってればいいのでは、中国の排水の方が線量高いのにバカな連中、いっそ全部禁止にしてくれ、中国離れが進むようにと。禁輸の目的は嫌がらせだから、まあ何でもいいんでしょうね。戦争に備えてあのブロック経済を進めているみたいなんですね、中国。外国の半導体使うなとか命令出したみたい。あとですね、あの日本のネジとかベアリングをですね、中国製に変えたせいで車が故障しまくって、ニュースありました。こんなに違うのか、品質が。ネジとかあのベアリング、これ結構作るの難しいらしいんですよあのボールペンの頭先っちょ、あれね、あんなちっこいまん丸の作るの結構難しいらしくて作れないんだって中国での商売はリスキー、日本企業があのそう思い知ってですね、中国脱出がはかどるとめでたいんですけどね。あとはですね、あの日本料理が中国国内で食えなくなって、あの出向社員が値上げとかね、まあ今頃まだね、中国に残ってるような企業は筋金入りのバカだし、まあ、期待は薄なんですけどね。50歳から79歳のご夫婦に聞きました。まあ高齢夫婦ね、生まれ変わってもまた一緒になりたい、男性 72.5%、 女性 56.0% はははは。男性やばいっすね。なんか奥さんに愛想つかしてる男性より旦那に愛想つかしてる奥さんの方が、よっぽど多いって結果になってしまいました。若い人と違ってですね、若い人はあの嫌だったらすぐ離婚しちゃいますけど、シャアなしで離婚しない女性が多いってことなのかな。我慢している、つまり、我慢している、本当はこんな旦那嫌なんだけど、我慢している女性が多いってことなんですかね。男はね、あのますます奥さん大事にしないとね、これ。私ですね、あの知り合いで熟年離婚後、まあ一組は70ぐらい、それで離婚っていうのもまあ奥さん出てっちゃったっていうんですよね。大金持ちだったんですよ、その人。だからあの財産分与でもう死ぬまで安泰だなっていうぐらいの
金もらえると奥さん出てっちゃう、半分もらうからっつって、もう一組なんですけれども、熟年離婚をですね、叫びたりになっちゃって何年も持たなかった男性2人ほど知っております。なので年取れば取るほど奥様をお大事になさってください。まあ私も上から目線で言える立場ではないんですけれどもね。というわけで10月1日でもやりますんで、皆様よろしくご参加ください。デトックスジャパン。